ディアベルは2011年にルカティから発売されているクルーザータイプのオートバイである。シリーズ車種として数種類の仕様が発売されている。ディアベルはエミリア・ロマーニャ語ボローニャ方言で悪魔という意味であり、行動においてライダーの本能的欲求を満たす夢のオートバイを創造することをコンセプトとしている。ルカティとしては初となる。 ローロングスタイルの車体デザインであるが、既存のクルーザーとは異なる走りを重視したモデルとなっており、最新鋭の電子制御によりコントロールされ、エンジンはライダーのレベルに合わせて8段階に調節できるほか、アーバン、ツーリング、スポーツの3通りのプリセットモードを搭載し、左側のスイッチギアを走行中に変更することが可能となっている。なお日本仕様は、 平成22年度騒音規制適合のためエンジンの最高出力がフルパワーの 162hp から 112hp に抑えられ、マフラーは欧州仕様より1 0トル長くされたものが装備されている。ディアベルクロモはグロスブラックに仕上がっているほか、メッキタンクがクロム仕上げとなっている。ディアベルカーボンはカーボン製の外装を装備しており、 車体の乾燥重量は通常仕様の 210kg から 3kg 軽量化されている。ディアウェル AMG は AMG とのパートナーシップにより実現したモデルでカーボン仕様をベースとしてオリジナルホイールなど専用部品が装備されている。ありがとうございます。